を聞いたことがあるわ。どこの人って。ねえエミリア、本当かしら、自分の夫をそんな卑怯な方法で騙す女がいるのかしら。いますわ、もちろん。全世界をくれるとしたらお前はそんなことやるの？どうでしょう、奥様は。私は絶対しません。この月の光に誓って。私もしませんよ、この光の中じゃ。やるのなら闇夜がいい。全世界をくれるなら、お前本当にそんなことするの？全世界はとてつもなく大きなものです。小さな罪に対しての大変なご褒美ですわ。お前だってそんなこと絶対しないと思う。私なら絶対します。やったことの罪は償いますけど。でもね、指輪とか薄物のリネンとか街灯とかペチコートとか帽子とか、そんなチャチな贈り物くれたってダメです。でも全世界ならね、誰だって夫を帝王にするためなら他の男と寝るぐらいのことすると思います。たとえ煉獄に落ちたってやるに決まってます。私は全世界をくれると言われてもそんな悪いことはできません。嫌だ、悪いっていうのはこの世で悪いってだけですよ。しかし世界すべてが自分のものになるのだから、自分の世界での悪なのだから、黒を白と変えるように悪を善と変えてしまえばいいだけのこと。主よ、どうかお慈悲を。俺も祈ろう。アーメン。あなたにもお慈悲があらんことを。私はあなたを裏切ったことはないし、キャシュを愛したこともありません。人間同士の友愛以外は感じていません。愛の贈り物など決して与えたことはありません。俺はあいつがお前のハンカチを手にしているのを見たんだ。
お前は俺の心を維新し、俺の行いを殺人呼ばわりするのか。俺は正義の捧げ物と思っているのに、俺はハンカチを見たんだ。それじゃあの人は拾ったのよ。決して私があげたんじゃありません。ここに呼んで本当のことを話してもらいましょう。自分で言ったの。何ですって。あなた、お前と寝たと。平日21時から22時、潜伏地が緑茶ジョギング。ゆこさん、はじめまして。僕、望月誠治って言います。この部屋、周り公園だし、隣二部屋は空き部屋です。だから大きな声出しても誰にも聞こえません。それと、荷物検査させてもらいました。携帯電話持ってこなかったんですね。大丈夫、大丈夫。敬愛する女優であるあなたに危害を加えるつもりはありません。僕に協力してくれるなら、猿靴はドロープ外します。どうですか。口が聞けぬ正直者のイアーゴが始末した。始末なんて恐ろしい。あの人は死んだのですか。奴の髪の毛一本一本に命が宿っていうとも、俺の底なしの復讐心が何度でも殺すだろう。これは恐ろしいわな。私はもう終わり。このバイトめ、俺の目の前で奴のために泣くのか。私を追放してください。殺さないでください。黙れ、マイカ。殺すのは下にして、せめて今晩は生かして。いや、お前がうまくて、あと半時間でも走り出した。もう後へは引けない。せめてお祈りするだけだ。もう遅い。神様、食事買ってきました。鮭弁当と味噌汁。優子さんのブログ読んでるんで好物を知ってます。
ロープ外す前にお話ししましょうか。あなたは年なりを…そうです、読んでいただけました。やっぱり無視したから。不本意ながらこんな手段に訴えてしまいました。お詫びします。私に触れたりなんかしたら下巻で自殺するわよ。言ったでしょ、あなたに危害を加えるつもりはありません。誘拐監禁犯の言うことを信じろっていうの。僕は3年前からあなたが出てるお芝居全部見てます。あなたのように素晴らしい女優がなんでいつも脇役だったり汚れ役だったりするのか腹立たしく思ってました。今回もそう、あなたはエミリアではなくデズデモーナを演じるべきだった。そんなこと演出家が決めるんだから仕方ないじゃん。演出家どもはあなたの魅力を分かってない。それはそうかもね。シナリオ読んでください。僕の映画出てください。冗談じゃない、すぐに帰らしてよ。ダメです、明日から舞台の稽古が始まるのよ。またどうせ都合よく脇役で使われるだけでしょ。脇役でも何でも私は芝居が好きなの。つまりオセロの現代版ね。でもなんでオセロとデズデモーナの2人の場面だけなの。優子さんがデズデモーナ、僕がオセロ、撮影は2人だけでするんです。でも話が通じないじゃない。せめてイアゴが出てこないと。字幕とかナレーションとかでなんとかします。あ、そうだ、僕が2役演じます。むちゃくちゃ。撮影は誰がするのよ。カメラは三脚に乗せておけばいいんですよ。素敵な作品になりそうね。最高の映画になります。自信あります。優子さんが映ってることが重要なんです。ぜひとも僕に優子さんの主演映画を撮らせてください。僕なら園田優子を輝かせることができるんだ。失礼します。助けて。打撲程度で済んでよかった。撮影前に怪我されたら困りますからね。もうそろそろ本読みの時間。明日はバイトがあるし、私が来ない、連絡がつかないなんてことになったら誰かが警察に届け出るのは
時間の問題よ。撮影は3日もあれば済みます。協力してください。撮影が済んだら私はどうなるの？帰っていただいて結構です。警察に行くわよ。どうぞ。元から仕上げや編集は他の人に頼むつもりでしたから、撮影さえ済めばいいんです。本当に3日で済むのね。やってくれるんですか？でもこのことは誰にも言わないで。そうね、私は心身ともに疲れ果てて友達の家にでも行ってたことにして。誘拐監禁されて映画撮影してたなんて人に言えない。今の世の中は犯罪被害者に住みたいですからね。ああ、いや、了解しました。ゆかさん、ありがとう。撮影するなら、これ外してくれる？おう、俺の美しい兵士。私の愛しいオセロ。ここでお前に会えるなんて、驚き喜びで胸がいっぱいだ。最高の喜びだ。嵐の後にこのような凪が必ず来るのなら、風を吹き荒れろ、死人が目覚めるまで。木の葉のような船を海の頂まで持ち上げ、オリンポスの高みから地獄の底に叩き落としても構わん。今死ねれば今以上の幸せはなかろう。俺の魂は歓喜の絶頂にあるので、この喜びが未知なる運命の先にもう二度と訪れないことを俺は恐れているのだ。神様を許してくださいます。私たちの愛がいつまでもどこまでも高まっていくことを。俺もそう祈ろう。この幸せをどう言い表したらいいのか。あまりにも素晴らしい喜びなので、これがこの胸の鼓動が二人の心が作り出す最大の不協和音でありますように。僕もそう祈ろう。この幸せを何と言ったらいいのか。喜びがあまりにも大きいので、これがこの胸の動機が僕たちの作る最大の不協和音であってほしい。カット。あれ？あれ？おかしいな。ん？再生できない。あれ？あ、マニュアル、マニュアル。マニュアル。あれ？マニュアル。撮影してるの？はい。楽しそうだね。ええ、すみませんが、警察に連絡してもらえませんか？撮影してるの？ええ、撮影なんですけども、私、入館されてて。撮影してるんだ。私、監禁されてて。警察に連絡してもらえませんか？撮影してるの？すいません、ちょっと帰ろ。楽しそうだね。今日の撮影は終了です。あ、素晴らしい素晴らしい。私を探し始めてる頃ね。ジョギングしてたから携帯部屋に置いてきちゃったけど、今頃は。素晴らしいですよ。これは傑作になります。僕の最高傑作です。僕と優子さんは小野屋、小津安二郎と原節子のように
ジャンリュック・ゴダールとアンナ・カリーナのような伝説的な監督と女優になるんですよ。そう、よかったわね。望月さん、あなたはお仕事は？仕事なんかしてないです。親がちょっとした財産残してくれて、それで細々とやってます。労働は芸術の敵ですよ。映画一筋ってわけ？そうです。僕のことを少しは理解していただけました。でも不安じゃない？社会と接点がないのはさ。社会って何です？どうでもいいですよ、そんなの。僕の人生は今年いっぱいあるかないかですしね。エイガーが命です。ユウコさん、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 鼻水が止まらない。お前のハンカチを貸してくれ。はい、どうぞ。俺がお前にやったやつはどうした？今持っていません。持っていない？あなた。それはいかん。あのハンカチはあるエジプト女が母に送ったものだ。その女は魔術使いで、人の心を読むことができる。その女が言うには、これを持っている限り母は父に愛されるし、また父の愛を独り占めすることができる。もしなくしたり人にあげてしまったら、父は母を疎ましく思い、父の心は別の愛を求めるだろう。こう言って母が死に際に俺にくれたものだ。もし将来俺が妻を迎える時が来たら、その人にあげなさいと。だから俺はそうした。だから大事にしないといけない。自分の目のように大切にしないといけない。なくしたり人にやったりするのは、身の破滅を招く行為なのだ。それじゃリハーサルした通りに、用意スタート。鼻水が出て困る。お前のハンカチを貸してくれ。はい、どうぞ。僕が君にやったやつだよ。今持ってないわ。持っていない？ええ。それは大変だ。あのハンカチはあるエジプト女が母に送ったもので、その人は魔術師で人の心を読むことができる。その女が言うには、それを持っていれば母は魅力的でいられるし、父の寵愛を受けることができる。しかしもしそれをなくしてしまったら、なくしてしまったら、なんだ、あるいは人にあげてしまったら、カット。鼻水が出て困る。お前のハンカチを貸してくれ。はい、どうぞ。僕が君にやったやつだよ。今持ってないわ。持っていない？ええ。それは大変だ。身の破滅だぞ。ずいぶん省略してますね。カット。鼻水が出て困る。お前のハンカチを貸してくれ。はい、どうぞ。
映画が命です。僕たち周りからどう見えるかな。恋人かな、夫婦かな。監督と女優には見えないんだろうな。加害者と被害者なんじゃないんですか。きついな。園田優子37歳、居酒屋アルバイト、アマチュア演劇の劇団員。男が借金の線で行けばすぐに見つかるんじゃないか。3日もすればケロッとした顔で帰ってくるってやつだよ。借金って誰からですか。お前何年でかやってんだよ。やめ気に決まってるだろうが。今頃風俗で人気者かもしれんぞ。あけぼのさん、なんか偏見持ってませんか。俺はね、今いろいろ抱えて忙しいの。部長のご指名なんですよ。なんでだよ、まったく。女房がご機嫌のないで実家に帰ってるっていう時に実家に帰っちゃったんですか。いやでも、あけぼのさんの奥さんだったら3日もすればケロリとした顔で帰ってきますよ。うるせえこの野郎、さっさと居酒屋やら劇団やら聞き込みに行ってこい。了解。お前は何者だ。あなたの妻です。誠心誠意忠実な妻です。いいか、それを誓って地獄に落ちろ。天使のようなお前なら悪魔ですらお前を捕まえるのをためらうだろう。ならば停粛だと誓え。そして二重の罪を犯して地獄に落ちる。神様がご存知です。ああ、神様はご存知だ。お前の嘘は、裏切りは地獄行きにふさわしいと。嘘、裏切り、誰に、誰とどのようにして私が。おお、デスデモーナ、行け、出て行け、行くのだ。悲しい。なぜ泣くのです。その涙は私のせいですか。すごくいい。手錠を外して。どうしてこんなことするの。君は僕のことが好きなはずだ。最高の女優と最高の監督なんだから。残念ながらあなたに映画監督の才能なんかないわ。思い込みが激しいだけど、ただの無能よ。僕の映画は君が今まで出たくだらないお芝居なんかより全然素晴らしい。今にもわかる。切ってもいいよ。どうして
ンカップなのに、なんで君をつまらない脇役で使う舞台に戻りたがるの。優子さん、すいません、撮影の邪魔だよ、父さん。行こう父さん、邪魔だよ、行こう父さん、行こう父さん、すいません、すいません。あ、それで園田優子さんを最後に見たのは3日前の公演の日です。舞台が跳ねてすぐ帰りました。何か変わった様子はありませんでしたか。特にいつも通りでした。何か悩み事があったとか。いいえ、聞いてません。彼女そんなに表に出そうでもないと思うし。そうですか、ありがとう。秋物さん、彼女は群馬の実家には戻ってないです。そうか、両親に何か心当たりは。いえ、最後に連絡を取ったのは一月前だったそうです。その時はいつもと変わりなく元気そうだったと言ってました。あと父親が明日こっちに来るそうです。そうか、それで部屋を当たってみたのか。はい、机の上に携帯が置いてありました。携帯が、今時の女が携帯なしで外出って珍しいんじゃないか。どんな悪そうで消えたんだろう。彼女ジョギングが日課だったらしいですが、部屋にはジョギングウェア、シューズなどは見当たりませんでした。お前冴えてるじゃないか。ジョギング中に消えたということは誘拐か、あるいは携帯に不審な内容のメールがないかも調べましたが、これといって芝居関係の打ち合わせメールばかりでした。何か見通したものはないか。金銭関係、男関係、劇団の内輪もめ、バイト先の出来事、もっと探してみよう。了解。お前は陰媒じゃないのか。いいえ、違います。キリスト教徒の名にかけてこの体を不潔で忌まわしい接触から避けて夫のために清らかで保つことが陰媒でないならば、私は陰媒ではありません。なんと、娼婦ではないというのか。いいえ、違います。そんなことがあり得るのか。神様、私たちを許したまえ。お前よ、
男を手玉に取るテレンテクデにだけだデニスの勝負だと思っていたよ。あけぼのさん、手がかりらしい。その望月誠二っていう男、園田裕子にかなりご出身だったらしいんですよ。劇団スタッフの話によると、彼女が出演する舞台には必ず毎回見に来ていたそうで。ああ、ありました。ここです。管理人から鍵は借りてます。園田裕子ってそんなにいい女かね。いや、好みってやつですよ。行きましょう。ああ。ここです。望月さん。望月さん。出ませんね。お邪魔します。失礼します。どうやら当たりのようだな。しかし二人はどこへ。見てみよう。はい。
ってみるか。はい。OK です。よし、ゆうこさん、いよいよ最後の番と、これでクランクアップです。短い間だったけどありがとう。奴の髪の毛一本一本に命が宿っているのに、僕の底なしの復讐心が何でも殺すさらば。クランクアップだ。